人何でも2つくっつければ成立するのかって言ってね、まあこれ、まあ、スタートしてますか。愛してます、はい、いじめじゃないですけど、はい、例えば糸崎さんだと、はい、あこんなもんですかねって本当にあの人やるからさ、はい、まあ、ついやるんだけど、はい、何でも2つくっつければね芸術になるかって言うとそんなことないんで、うまくいくのといかないのはあるの、はっきりあるの。だからその実際にうまくいくかどうか芸術になってるかどうか本人作家本人がきちっと見えないとやばいわけ、うんうんうん、機械的にやるとそうですよね、何だってそうなんだけど、その機械的にやってさ成立する方法っていうのは現実にはないわけだよね。そのだから探していくの結構大変なのね、うん、でこれでもう一個ね、あのバラしちゃった今大騒ぎしてるのは椅子なんですけど、これも、うん、この椅子をこれ一つ一つだともちろん芸術になってないわけですね。既製品ですから、あくまでもね既製品ですから、あくまでも既製品ですから芸術になってないんだけど、これをまあ売り場行ってさいろいろやって、それでつまりこれをこういうふうにやると、まあ現芸術、芸術、半芸術、非芸術、無芸術、経済援助崩壊まであって、でこれも超一流から5万1200まであると。で本当なのかっていうね、そのもちろん僕だって本当なのかって疑いますけど、そうですね。うん、ね、だけどつまりこういうことって何やってるかっていうと、一種の写真芸術の成立と深く関わってるんですよね。つまり芸術じゃないものを写真って撮るじゃないですか、はい、風景撮るとか何でもない家を撮るとかそのオブジェを撮るとか何でもいいんですけど、それは芸術じゃないじゃないですか。ところが写真に撮ると芸術になるじゃないですか。そうすると写真に撮ると芸術になるっていうのは、本当にただカメラ向けてシャッターを押せば芸術になるかってそんなことないわけだよね。写真の中にも芸術の写真と芸術じゃない写真があるわけじゃない。芸術の写真が成立するっていうのは実はそのものの見方なんだよね。それを単一でこう物を見るんじゃなくて、そのこういう塊なら塊単一で物を見てこれだけ撮っちゃうと芸術じゃないんだけど、こういうふうにある種の関係性を取っていくと芸術になる場合がある。でそのなる場合をきちっと適切に見える人が優れた芸術写真家だっていうことなんだよね。でその塩梅がさ、まあ、難しいっていうか、その見えるか見えないかって難しいわけで、でこれ今はこれはあの南相馬でやったログ、家を建てたログなんだけど、これもこれのとりあえずこういうふうに2つ建てるとこれで芸術になっちゃうんですね、彦坂の言語判定法では。だから僕がそう思うということだから、他の人が見て必ずしもそう思わないかもしれないけど、その僕の責任でこれは芸術になってるって、それはだから強弁するとか自分に対して嘘をつくとかそういうことしたらおしまいなので、きちっと自分が そうだというふうに確信持てるところまで探すわけですよね。だから実際一緒に買い物行ってる人は分かるんだけど、ああじゃないこうじゃないって一生懸命やってて、うん、すごい手間かかるの、なかなかならないものはならないので大変なんですけどね。でこういうそういうふうにして、まあ、組み合わせてやるじゃないですか。そうすると、まあ何があるのかっていう問題なんだけど、土地屋さんすいませんけど向こうからもう少し持ってきてくださいますか、2つ。ただこれこれは例えば彫刻じゃないって言ったでしょ、はい、この場合には、うん、現彫刻、彫刻あります、これ彫刻になってます、それは作業やってるからね、これは純粋に既製品だから、ね、彫刻にはならない、オブジェなんで、まあ、レディメイドなわけですね。でその絵の場合でも同じような問題が言えて、うん、だからその2つの写真を2つの画像をくっつけるとあるところで芸術になっちゃうと思う。あすいません、これはねやっぱり既製品だけどお土産品なんですね。お土産品で、これは実はあるコレクターの人が、お父さんがこういうお土産品をやたらに集める人で、それで捨てようとしてるからじゃあくださいって言ってもらったんだけど、あんまり今ライトの調子が悪いのでよく分かりませんけど、でこういうお土産品でもこうくっつけるとこの場合にこれで芸術になってるわけですね、うん、でこれもだからちょっと
ちょっと YouTube 画像だとなかなか映んないかもしれませんけど、なっておりまして、まあこれはこれと既製品っていってもその既製品のレベルが違うからね、でまあ さっきの自殺したマイク・ケリーとか、はいはい、それからジェフ・クンズとか、ああいう人は ほぼこれと同じ手法を使って成立させちゃうわけですよね。で問題なのは、その段階だとマイク・ケリーの場合には本当の、ぬいぐるみで成立させちゃいますけども、ジェフ・クンズの場合には最初風船の人形でやってるんだけど、実際そういう作品集買うと初期の方はそういうものがあるんですね。ところが、それをまあきちっと金属彫刻に、金属の鋳造彫刻に置き換えてって、はじめブロンズですけど、ブロンズだと伝統的なもんですよね。でそれに対してステンレス鋳造っていう、まあ、新しい技術を使って、で、まあ、ちょっと他人が真似できないほど大きいものにしてっちゃって、でこの場合はしていった時に、2つ最初組み合わせてんだけど、ちょっと今画集が持ってくれ、用意しとけよかったんだけど、最初2つ組み合わせてんだけど、自分で鋳造し始めると、単独で行くわけですよね、はいはい、例えばその有名な、ラビットっていうか、うん、ウサギのやつがありますけど、ああいうの単独で行くわけですね。でこれは、まあ、なぜなのかっていうのはさまたその問題になるんですけども、はい、もう今ここに1本ありますけど、こうやって僕のやつも一本立ちで成立させちゃうっていうのも作ってるので、実は2っていうのは大きな手法なんだけど、それを1にできないわけではない、うんね、でその2の場合にはつまり加工しないでこういうふうにやる場合に2だとじゃないとなかなか難しい、1でも不可能とは言わないですけど結構難しいってなんですね、何もしないっていう場合にはね、のだからそのまあ、何もしなくたって例えばこういうものだとこう高さ切るとかね、はい、そのプロポーションきちっと測ってやるとか、はい、それからまあ写真で撮るんだったらどこから撮るかとかいうことで、まあ、芸術になる場合もあると思うんだけど、なるならないみたいなことが分かっていないと、それで格っていうのも何も超一流から5万1200っていうのも実はかなり簡単に出るんですよね、分かってるとかなり簡単に出るんです。でその簡単に出ちゃったものがお客さんを説得できるかとか他人を説得できるか社会を説得できるかっていうと難しいですよね。そうです ね, ね、まあこれでもこれいい作品だと思うけど、はい、この大きさでこのままだと社会を説得できるかっていうと、うん、まあ普通の人はさやっぱりチャッチーとしか思わないから、そうですね、はい、ね、うん、そうするとその小さいままでいくとすると今度はまあ材料をもっと良くするとか、うん、まあ、例えばこれ銀にするとか金にするとか、うんうんうんね、そういう何かこうそれでもちっちゃいから、そのまあ何て言うのかな、いわゆる金属のジュエリーみたいなアクセサリーとしてとかね、アクセサリーっていうのも結構彫刻なので、あの優れたアクセサリー彫刻ってたくさん、まあアミレットっていうことですけど小さな彫刻ですけど、それから大きくしてくると今度はまあ材料は鉄でもいいけど、まあ、作業が難しくなってきますよね、うん、これそうですね、このまま拡大すると太くなるからね、うんうん、実際にね、で太いものを曲げていくっていうと結構大変になってくるから、大きくなると、うん、スペインの鉄彫の作家で、なんて言ったっけな、いるんですけど有名な人が、あセラ、うん、じゃない、スペインセラはアメリカだけど、あのドローイング上手い人です、ね、そう上手い人、はい、うん、あの人の場合にさ、はい、とにかくどうやったか分かんなくてさ、ね、こっちは溶接やったことあるんだけど、ガス溶接と電気ぐらいだからどうやったか全然分かんなかったのね。そしたら何のことはない、経歴丁寧に読んでると、うん、鉄工所やってる完全に鉄をだから高温で溶かせることができるっていうか、もう全く鉄工所やってて、だからそういう規模になってくるとできるんだけど、だから結局説得するところまで持ってこようとすると結構大掛かりになってくるわけですね。だからそういう大変さがあるんだけど、だから今日において芸術作品作るっていうのは実はそのバラバラになってきてるっていうか、つまり既製品を2つ合わせるだけでも、まあ、目や問題意識があれば芸術作品作れると、うん、でペインティングも同じようなことが言えて、まあ、すでにある既製の画像、つまり、まあ、コラージュですけど、例えば雑誌から2つ
既成の画像を持ってきて合わせても芸術自体は成立しちゃうと。で実際そのモダンアートの中にたくさんあるわけですよね。ただ格付けが今だと、もっと伸びていくってことと、まあ、あのプラズマ状態とかその、サントンアートをやるとかそういう今日的な課題が課題でもってモダンアートを乗り越えると思えば乗り越えられるし、からそういう目で見ると前のそういう試みみたいなものを、まあ、例えば A 級のその、フォトグラムとかああいうものも今もう一回焼き直して作ることはできるわけだね。あの人がやってるとどうしても液体だからそれを気体とかプラズマに持っていけば今新しいことができるので、でそういうことができて、でそれをさらに説得するっていうと今度初めて説得しようとするとちゃん と、それこそ油絵の具で描くとか、うん、そういう問題が出てくるわけだね、ね、つまり制作技術の段階とその芸術の認識というかそれが分離しちゃってるわけだよね。でその分離の状態をよく認識しないとそのどうしても絵を描きたいっていう方に焦点が合っていっちゃうと、まあ芸術じゃなくてもいいから描けばいいって話になってきて、ね、だから そのだからそれバラバラになってきてるっていうのはまさに今プラズマ状態になってきてるから、そういうふうにその分離が起きてるっていうことだというふうに。そうですね、それはこれをやってちょっとはちょっとは分かるようにはなりました、その分離っていうのは、うんうん、そのやっぱりこういう構造っていうのが大事なんですね。そうですね、だからその構造、うん、芸術の構造というか仕組みみたいなのを知るっていうのが結構 大事で、でさっき言ったようにじゃああとはこれをどう作品化、もっときちっと作品化していくかっていうのはそのいろいろなんていうんですかね、作る技術っていうのがまた必要になってくるっていう。そうで、まあそれはだから芸術の問題っていうよりも実はその、まあ、造形屋さん的な作るって問題、ね、うん、必ずしも自分じゃなくてもお金があれば、ね、うん、はい、お金があれば誰かに作ってもらえばいいってことですね、うんうんうん、で もちろん金ないから自分で作るでもいいんだけど、はい、まあ、いいんだけど、はい、ただその自分で作るっていうところで必ずしも芸術が成立するんじゃないっていうことですよね。あ、そうですね、うん、それはなんとなく分かってきました、うん、はい、それからこの、まあ、これの場合でも台座を取るか、はいはい、あのつけてるか取るかで難しさ全然違うでしょ、はい、そうですね、全然違いますね、ね、違いますよね、はい、で見た目もずいぶん作品が違いますよ ね、 で、 ね、でこれ実は台座を取るのはさ、はい、今の南相馬で僕がやった、はい、あのあれでも、はいはい、あれはまあこちらはペインティングだけだから、はい、どうしてもそれ以上主張できないし、後期っていうかあれも全然ボランティアでみんなやってるから、難しいことちょっとできなかったんだけど、台座をコンクリートで打ったんだけど、あれは本当は撮りたかったんです、うん、だけどまあ設計してるのはね僕ではないのでちょっとそこまでそうですね、うん、まあ普通に建築でいうと基壇をつけるっていうのはその基壇をつける建築っていうのも台座をつけちゃう建築っていうのもそのあるので、どっちがいいっていうのはまあ価値観が入ってきちゃうから、でましてやそのまあ難しさが全然違うのね。これだってそうですよね、やっぱりね、台座があれば 楽ですよね。台座があると結局まあ何でも彫刻になっちゃいますっていう ね、うん、うね、約束が強すぎるわけですよね、うんうん、はい、以上でした、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。